今日はコウジさんにちょっと100個の質問をしたいと思うんで。めっちゃええ天気やな。そっちですか。今ちょっと流行ってるんですけど、あのね、シローさんがやってやつね。あ、そうそうそう、はい、その100個あるんで、ちょっと簡潔に答えてほしいんで、ちょっと いやいや、俺はもう一個一個もうしっかり語るよ。で、一回ちょっと5秒以内に5秒以内しかも100個ってやばないですか。100個、結構あるんですけど、天気ですね、ほんで、はい、これも俺のバルコニーね。はい、シャレですね、これね。ね、じゃあ早速いきますか。はい、お願いします。しょうもない質問したらあかんすよ。あ、大丈夫、ちゃんと考えてきたやつなんで。よし、はい、行きましょう。じゃあ1個目コウジです。はい。いやいや、全然いらんねん。はい。大阪、池田す。はい、31歳。親父、おふくろ、おかん、俺ですね。クマ？悩みがないことが幸せなのではない、悩みに負けないことが幸せなのである。根性？女好き？要卒？俺に学力は必要ないっす。サッカー部？マシュルなんか何の意味もないっす、人生において。かっこよく生きたい、はい、自分がかっこいいと思う生き方を貫いてます。酔ってます。朝晩弱いね、眠たい。女の子とずっと寝てたい。意味ないって勉強は。好きかな、まあ、ずっとちっちゃい時からやってるっすね。ぐちゃぐちゃ卵焼き、はい、最近はでもちょっと引っ越してこうバルコニーを作ってめっちゃ家にいることが多くなった。それまではもう女の子のいるところにしょっちゅういてたけど、あー、でも最近全然おとなしく家にいてるね。自分の言ったことを貫き続けて死ぬこと。AK さんのアンダーラブソーはずっと好きかな。好きなところは、俺の知らねえ過去こと、過去ごとすべてを愛そうと、誰の女かをわきまえろ、一歩下がって見てろと、俺が全部守ってやるよっていうところが好きかな。はい、はい、おしゃべりやみたいな、やめてくれます。まあ、女の子と遊んでることが楽しいかな。苦い思い出はいっぱいある。いっぱい恥かいてきたし、うん、でも今は全部それが誇らしい。全部挑戦して恥かいてきたから、恥とは思ってない。失敗はいっぱいあるけど、まあだから誇らしい恥かな。格闘技界が盛り上がるために戦えれば本望かなと思ってます。部屋は汚いよけど、部屋って自分で片付けるもんじゃないから人に片付けてもらうもんや。はい、うん、キノコいじめること。悩み事しかないよ。もう常に悩んでるし、常にいっぱい考えてるし、でも悩みがない人生ほどくだらんもんないと思ってるから、それも光栄やと思ってます。あのさ、ジェットでさ、ああ、海の勝手な話作る。あ、そうそうそう。こう持って、なんかビューって潜り出たんね。あれなんかやったことないか、やりたいな。あ、絶対できないことなんてある？俺は不可能を見たことないから。例えば絶対できないことって何？絶対できないことはほんまにないと思ってる。でもおじいちゃんに会いたいかな。あ、俺はおじいちゃんにあが生きてる時あれやったんですよ。むっちゃ俺のことをずっと応援してくれたじいちゃんいて、俺のやることやること。でも格闘技で小学校の時は強かったけど、プロになって勝ったり負けたりやってこう KO に上がってる時をこう見せれてないから、その前に亡くなっちゃったから、こうやって格闘技界でなんやかんや活躍してるところを生き返らして見したいっすよね。はい、今は海に行きたいな。でもなかなか行かれへんからな。海に行ってはしゃぎたい。透明人間、今もだからこうバルコニー広い家に住みたくてこうやって住んでるけど、まあ結婚したら一軒家バチバチ高いタワーマンションに負けへんぐらいの一軒家を建ててやろうかなと。まあ別にないけど、まあもっともっとお金稼いで周りの子らを幸せにしたいかな。かっこよく死にたいな。なんか人のために死にたい。もう俺は俺かな。俺ほどイケてるやつはおらんって勝手に思ってるから。うん、悩みがあるときは走るかな。結構
自分が言ったことできた時、え、結構笑うよ、俺結構ゲラやから。なかなかホックが取れない時いや全然ない、うん、全然ない。もちろん、その全てが完璧とも思ってないし、全てがかっこいいなんて思ってないけど、なんか全部含めて俺やと思ってるから、親にすごい感謝してんねん。こんな俺に育ててくれてと思ってるし、こんな俺に産んでくれてと思ってるから、別に買いたいところも何もない。お、めっちゃうまいやつ出てきてん。うまいアイスボックス。モハメド・アリ。あ、俺はめっちゃ友達多いと思うけど、でも上辺だけの友達はいらんと思ってるから、みんな愛してるし、みんなのために、俺が友達と思ってる友達のためには何でもできるっていう友達しかおれへんかも。女の子はもう女の子らしくちょこんちょ座ってくれてるだけでいいねん。俺が全部守ってやるってしたいねん。それをしてやってるとも思えへんくて、したい、そんな男でありたいと思ってるから、そういう恋愛。女の子はもう格闘技のことか何も知らんくていいねん。ちょこんって座ってるだけでいいねん。中村んかな。 あんま人好きになったらせんかも。一生愛好きで好きにはなるかな。めちゃくちゃ女遊びするけど次元が違う。俺が愛してるやつと遊ぶ女の子はで、遊ぶ女の子にも俺は期待させんよ、堂々と言う。女の子が100万人いますって。かき上げ、かき上げとか甘えてこられたら半端ないな。あ、言ったことに必死にならないやつは嫌い。ああ、バイバイ。バイバイ。包み込める包容力。ああ、シャンパンかな。シャンパンすか。アイスボックス。金と黒。サメ。動物魚やけど、まあサメが好きで。3。音符。音符。中村。AK さん。AK さん。いっぱいおるけどね。はい。イグジットのリン太郎とかおもろ。あのリンちゃんとか結構遊ぶけど、プライベートもおもろって好き。ダウンタウンさんも好きやな。はいはい。ずっと見てた、ちっちゃいから何も興味はない。今たまにしんちゃんとか見るけどね。ああ、小説とか読んでみたいけど分からへん、何読まれへんもん。好きなのビーバップハイスクール。おお、見てそうだった。あ、そうなんだ。自然は好きね。はい。ああ、ヤシの木好き。まあ、雨も好きやけど、まあ、ジャンクスポーツが出たいな、ダウンタウンリラックスが出たいなって思うけど。ああ、今日から俺はとサルロックめっちゃ見てた。おいえ。おいえ。携帯のゲームでも全然せんからね。あ、そう。タクシー呼べず。あれ便利。好きなキス？いや、好きな季節。夏。はい。夏。前までは女の子とわちゃわちゃして遊ぶのが大好きだったけど、最近は男同士で遊ぶのすごい好きやもん。あ、好きな選手は基本的にいないけど、それは自分も現役やから。でもまあ今はプライベートやん、これだから言うけど、みんなリスペクトしてるよ。みんなそれ、みんな命かけて、みんな減量してな、戦いたくもないと思う。みんなそんな痛いしさ、それでもみんないろんなことを思って戦ってリングに上がってるから、マジでバカにしてるやつは一人もいない。うん、ファイターとしてはね。はい。全てを愛すことだから、女の子が鼻くそついてても可愛いなと、はい、鼻くそごって愛してやるっていうことだな。世の女は全員幸せにしてやりたい。このマジでお前、俺が何人もったらもう全員の女は幸せにしてやるのにと。残念なことに一人しかおらんねんな、お前ら。新人
ないけど、見たことないけど、怖い。俺の人生、占われてたまるかっていつも思ってる。あ、神様はその辺におるんじゃん。生まれ変わると思う、自分に。だからさ、あれやるやん、デジャブ、はい、とかは、死に来た時に覚えてることを、だから人間は同じ時代にこう生まれてこうだから後悔とかいろんなことがあって後悔せんように生きていくんじゃないかなと。だから死んでももう一回自分になるんだよ。でこの光景を覚えてるとか後悔したくないって思うっていうのはどっかにその前世の自分が言ってるんやとか、ここ後悔するぞみたいな、頑張れ。だからいきなり根性出る時とかあるやん。だからまあそんな感じになると思う。大切な人が亡くなることが怖い。ああ、はい、まあ、聞いてる。はい、聞いてる。いや、今の自分が好きやし、ずっと今の自分が好きで生きてきたから、いろんな失敗があったから今があると思ってるから、全然いいまで。芸能人とセックスしてる夢やから。未来の自分を幸せにしてやるよって、かっこや。はい、2歳ぐらい、3歳から歩き始めたぐらいから親父にグローブ作られてたけど、ちゃんとやりだしたのは15歳かな、はい、俺はこれ言うやん、これ言うから誰よりも練習してきた自負がある。めっちゃサンブレンとか普通やったし、もうバリバリしてきたよ練習。まあ今はもうだから周りに止められてた。もう31やし、もうちょっと練習量を減らしって言われるぐらいしてきた。うん、だからそれはいつも思ってることかな。誰よりも細くなら誰よりも練習するのが当たり前やと思ってる。でもさ、全然天才じゃないから、一回教えてもうたことを次繰り返せへんように、もう一回同じこと言われへんように心がけてるかな。なかなか難しいけどね、はい、生きる手段。5人ぐらいじゃない、その彼も女の子は数目的だけどね。だからさっき言ったように俺がこうと決めてる女は少ない、はい、ないねん。俺ファンだけは絶対テイラーさんと決めてて、出したりバーってめちゃくちゃ思ってんねん、はい、そやけどやっぱファンは大切や、大切や言ってるからさ、そのファンの人生を背負えるなら出してやる。そうじゃないんやったら、はい、出さんかな。タッチバック最近はもう先アンチはもういつも言ってるけど、もう表に立つ人でアンチいない人なんていないから、なんかみんなアンチもストレス溜まってて言いたいんやろ SNS でビューって。だから何も気にしてない、もう俺の応援と思ってる。アンチがゼロになった時は俺の賞味期限切れかな。もちろんファンがいなくなったらあかんけどね、アンチもいなくなったら賞味期限切れかなと思うから、全然俺のことは気になってわざわざ俺に時間を割いてパソコンを売っとんやから感謝してるし、まあ俺の前でね言ってきてくれるやつがおったらまたそれそれで面白いやろうけど、今んとこは俺の人生の中でないから、まあでも言いたいやつは言って、格闘技界をどんどん盛り上げてくれたらいいと思う。そのヘイターがいてファンがいてこうやって盛り上がっていくもんやから、だから全然俺は光栄やと思ってます。いやだからなんていうの、俺よりも知名度もあって俺よりも話題性もあって俺よりもなんていうかな、こう全てにおいて上の選手が言うならば、まあって俺も思うけど、それでもない選手がやっぱ SNS とかで言ってることが一番かっこいいな。だからもったいないなって思う。俺がどうこうそいつに対してこう思うとかないけど、腹立つなとかないけど、もったいないなと。せっかくリングに上がってんのにそんななんか男らしくないしょうもなことせんでいいやんと思って、やり合う中、これがやり合う選手同士がやったら盛り上がるんやろうけども、俺はもう面倒向かって言うのが男やと思ってるし、ただのやっぱりさ、ひがみにしか聞こえへんやん。じゃあ俺のことを弱いっていう意見もいろいろあると思うねんか。でもまず俺のことを弱いって言うならば、他俺に負けた選手が他の選手はどうなんのって話やから。でもそうじゃなくて俺のことを弱い弱いって言いたいんやったら、じゃあさ、そのさ実力でさ、俺の知名、その一番は実力って言うならば、その実力でさ、俺の全てを超えてみんやと。それだけの話やん。そうしたらいいだけの話やん。それが一番男らしいんではないですかと。
自分が実力が中途半端やから俺に全部話題持ってかっさられるわけやん。それでぐちぐち言うし SNS で言ってももうかっこ悪いよって。俺はその選手に、その言ってる選手にどうこうじゃなくて、お前にもったいないと思う。全然美学というかかっこよくない。それやったら自分で必死に練習して、うんもすんとも俺らにな言わせんぐらい有名になってやったらみたいに思うけど、まあメイウェザーでもマクレガーでも、まあ他の選手いっぱいいるけど、サッカー選手も野球選手もみんなやっぱエンターテイナーやんか、やっぱ盛り上げてなんぼやからって俺は思ってます。いや、それはもうくどいけど、はい、もう宝よ。俺がずっと一緒のことを言い続けるのはずっと一緒のことを思い続けてるからね。だからこうなれてんて。ずっと俺は何も変わってない。俺はこれだけは胸張って言えることは、もう小学校の時から何も変わってない。言ってることはもうこうなりたいってずっと言ってきて、でそれを応援してくれてるファンに感謝してる、お前のために戦うっていうことはずっと言ってきたから。だからもう最終章やんか。だから俺が言ってることを、その前もなリングで天使に言ったけど、俺は100-0 で俺が負けるってみんなほざくかもしれんけど、俺は100-0で奪う気で、100-0で命をかけて奪いに行きやから、うん、それを一緒にファンと共に一緒に戦ってもらったら光栄やし、何を言っても俺は一番ファンを愛します。いやもう奇跡やと思ってるから、こんなに俺にずっとついてきてくれて。ほんま俺天才でもなかったし、そんな俺にずっとこうやって応援してくれて、ついてきてくれて、今もこうやって応援してくれてるのは奇跡で、だからもう全応援団、全スポンサーさんにはもうほんまに感謝してるし、なかなか大阪な、東京で大阪で帰れてないから会えないことも多いけど、もうほんまに感謝してる、こればっかりは。だから少しでも恩返しできるようにびっくりになろうと今も思ってます。いきなり細いなって。いやいや、あいつはあいつで、ね、すごい頑張って。あいつは中学生やからね、中学生からずっと俺のこと、なんやかんやって支えてくれてるから、ある程度感謝してます。ゴリは編集おじさんね。何かと編集編集って消えていくから、まあ俺すぐに関しては幼稚園やからね、幼稚園から一緒にいてくれてるから、まああんまりもうまあ言葉でな言ったらチャッチになるけど、まああんまり感謝してるし、まあ死ぬまで一緒にいるんじゃないかなとは思ってるけど、まあ何もない。そうそうそう、育毛剤買ったのかなって。いやでもあいつも、あいつは中学からか、あいつは可愛いよな、可愛いからやっぱり、うん、一人前になってほしい。もう31やし、まあ、それは心から願ってるし、まああいつにどんだけ足引っ張られようと何があろうと、俺はあいつに足引っ張られるような存在ではないと思ってるから、まああいつも引き上げてみんなで幸せになれたらいいなと思ってる。アルさんはね、いろんな仕事を抱えながら俺のサポートをねずっとしてくれて、もうほんまに俺の舞台裏も空いてくれてね、マッサージもしてくれて、はい、ありがとうございます。いやいや、ほんまに感謝してるし、ドクターストレッチをつないでくれたのも原さんやから、俺はもうそういう感謝してるし、まあ、みんなで幸せになりたいですね。はい、はい、最後from the top and I'm hating the slack, couple man slide around like the hate in the gaff, please stop talking that trash cause the vibes in the front all the way to the back.